はいじゃあ、ゆっくり霊夢だよ。ワッツアップ。ゆっくり魔理沙だぜ。やっぱり私たちはネイティブになれないわね。海外行くお金ないしな。駅前留学も今ないし。でも、私の大好きな作家さんは、ただでアメリカ行ったのよ。どうやって？横浜の港で貨物船を待ち受けて、無理やり乗り込んで、ボイラー室で働きながら、LA まで行ったのよ。それも、1960年代よ。すごい人もいたもんだな。まだ1ドル360円の時だな。その後、ヒッチハイクしてペンシルバニアまで行って、そこでスカラシップをもらえた大学で勉強したの。本当にすごいな。じゃあ、今日はその話なんだな。それも、おいおいやっていこうと思ってるんだけど、今回は、彼の書いた小説の紹介ね。彼の小説はいろいろあるんだけど、たまたま手元にあったものから紹介するわ。あとは全部実家にあるので送ってもらってからね。なんだ、そういう事情か。とにかく、まずはこれを見て。さらりとした飲み口、アルコール度ちょっと高め、この味がビールの流れを変えた。飲むほどにドライ、辛口の生、アサヒスーパードライ。イエス、タカスクリニックか、なんか似てないか。全然人も時代も違うわよ。そうか、マリサにはただの渋いおっちゃんに見えるな。この人が霊夢の言ってた人か。落合信彦さんって言うんだな。そう、実はこの人は有名な人のお父さんなのよ。それがこの人。この CM の人は天才落合陽一さんのお父さんなのか。そう、お兄さんはアメリカで空手の権威だし、おいっ子さんもアメリカでお医者さんやってるわ。スーパーファミリーじゃないか。そうなのよ。今日はその人の作品について話そうと思うの。本当に面白いのよ。いや、間違いないな。この人だったら自分の人生が小説みたいだろうしな。そうね、彼の経歴とか云々はいろいろ意見があるけれど、ここは完全に落合信彦ファンチャンネルってことでよろしくお願いします。誰に言ってるんだそれ。これから話したいのはこの本、運命の劇場。人生劇場みたいなものか。夢がなければ戦えない。熱い言葉だな。落合信彦さんのファンの方に言わせれば、なんでここから始めるんだと言われそうだけど、さっきも言った通り、今手元にこれしかないんです。勘弁してくださいね。どういうことだ、これが最初で何か問題あるのか。そうねー、言ってみたら、ウルトラマンに例えるならウルトラマン太郎から始めて、最初の作品から6兄弟が出てくるようなものなの。それじゃあダメだろう、前情報なしで全部出てきちゃうのか。ははーん、分かってきたぞ。スターウォーズ的な感じだな。最初にシリーズ見せた後に、その前のエピソードに戻るっていう。ま、そんなところね。じゃあ、行くわよ。あと、勝手にイメージを沸かせるために役者さんのイメージを使うから許してね。時は1975年、カルフォルニア州のパロアロトから物語は始まるわ。スタンフォード大学の研究室で一人の日本人が助手として働いてたの。そう、こんなイメージ。でも、イメージなので、この後突っ込まないでね。まあ、霊夢がそう言うなら突っ込まないが、こんな感じでいっぱい出てくるのか。彼の名前は立花五郎、奥さんの幸代と小さい息子の正雄と一緒に住んでるわ。ある夜、幸代は寝つけない様子の五郎に気づいて、何かあったの？と、聞くの。五郎は何もないって言うんだけど、実は大学では大変なことが起こっていたの。彼が仕えているベンジャミン・ゴールドマン博士はエネルギー分野の権威なんだけど、とんでもない発明に成功してしまったの。それは全世界のエネルギーの枠組みが覆されるような発明だったの。もしこの発明が実用化されれば、多くの人類が救われる。世界中から祝福されるべき発明だった。だけど、どんな世の中にも、新発明によって体制を変えられたくない人間、既得権を持った組織っているわよね。そんな連中が現れたわ。一月ほど前に連邦政府から二人の男が博士を訪ねた。名前を、フランクリン・スミスとテッド・ジョーンズという、DIA だね。という博士の言葉に無言でうなずいた。博士の発明についてあれこれ聞きに来たの。最後には、その研究資料を見せろ、とまで言うのよ。あまりにも高圧的なので、博士は怒って追い返してしまったのね。それからも手を変え、品を変え何度も来たわ。最後には博士も、お前らにくれてやるくらいなら、焼き捨ててやる、とまで言い切ったわ。それから、しばらく連絡もなくなって。それは、ちょっとヤバいんじゃないか、やる方法を変えただけだろ。その通り、それから不審なことが次々に起こったの。誰かにつけられたり、脅迫的な電話がかかってきたり。
ベンジャミン博士が不穏な動きを感じ取って、大学サイドにセキュリティを強化するように言ったわ。でも、校長は全く対応はしてくれなかった。そこで、最悪のケースを考えて博士はゴローに、設計図を隠したハイバーニア銀行の貸金庫の鍵を預けたの。ある夜、ゴローは研究室に向かったの。サチヨは心配そうに見送ったわ。気をつけてね、あなたは私のテディベアなんだから。ゴローは、マサオのテディベアの方がよっぽど価値がある。と、意味深な言葉を残して出て行ったの。そして、大学について、ゴローが研究室に入ろうとしたその時、殺されたのか、二人とも。それも、ひどい殺され方でね。指は切れてるわ。目玉は抜かれ、睾丸は真っ青に膨らんで、足の骨は逆に曲がってるわ。まるでマフィアの裏切り者への粛清みたいだな。パロアロ図書の刑事もそんな言い方してたわ。警察の事情聴取で、大学の校長が呼ばれたんだけど、よくある波風立てずの、ことなかれ主義で。最近、何もおかしなことはなかったし、ベンジャミン博士からの警護などの要請もなかったと嘘つくのよ。ここからが、落合小説によくあるシーン。博士にはジェニファーっていう秘書がいたんだけど、彼女がいいのよ。校長の言い逃れを全部知ってるのは、今では研究室に彼女だけだから。彼女は校長の言葉を横で聞いていて言うの。ブルシット。You are XX キングライアー。XX キングプリック、とかね。なんなんだ、それは。落合さんは、アメリカ長いから、西洋人同士の会話とかには、よくこの手のフレーズ入れてくるのよ。まあ、嘘つけ。あんたは大嘘つきだ。この嘘つき野郎。くらいでいいんじゃないのかな。パロアロと所長のジョン・バネッタはジェニファーが何か知っていると思って質問すると。彼女はスミスとジョーンズが絶対関わってると断言するわ。バネッタにしても、話からそう推測せざるを得ないと思ってた。そこで駆けつけてくれた、サンフランシスコ市警部補のハリー・ブラウンとタッグを組んで。本格的な調査にかかるの。徐々に手応えのある情報が二人に集まってきて、彼らは DIA の関与に気づき始めるの。だけど、その後突然、殺されたのか。殺されはしなかったんだけど、ハリーは辞令で別の部署に。バネッタは罷免になったの。なんだそれ、おかしいじゃないか。何も悪いことしてない。逆に証拠をつかみかけてたんだぜ。博士の研究を心よく思わない連中っていうのは、そこまでの力を持ってる連中ってことなんだな。そして、1ヶ月もしない間に、この事件は迷宮入りしちゃったの。でも、最後はいい話で終わるんだろ。ここから第2章？え、今の二人はどうなるんだ？死んだ二人だって、五郎の奥さんは、子供は。大丈夫、後から出てくるわ。じゃなきゃ、中谷美紀さんのイメージ出すわけないでしょ。じゃあ、長野くんも出てくるんだな。ゴースト映画じゃないのよ、出てくるわけないでしょう。第2章は、ある青年が中心にストーリーが進んでいくわ。名前を、池浦健二。イメージは彼。お、いいところ出してくるな。池浦健二は大学を卒業して商社に入り、そこで、日々の生活に疑問を感じて、数ヶ月で辞めちゃうの。町工場を経営しているお父さんに相談するんだけど、お父さんは彼の気持ちを尊重して、やりたいことは分かってなくても、やりたくないことは分かってる。そういうことだな。そうか、若いうちだ。絶対に外国を見ておけ。と、200万円を彼に渡し、彼は旅立つことに。まず、東南アジアからインドへ行き、そこからパキスタンへ。そこで、パキスタンのケイオスな市場を見ている時に、突然、見知らぬパキスタンの男性に声をかけられる。あなたを待っていた。なんでも、彼の奥さんは占い師で、今まで外れたことがない。今日、彼、ムスタファ・ルエシャドは、東方から来る人に出会う。その人とビジネスをしたら間違いないと言われたと。当然、新手の詐欺だと思ったが、エシャドは偉く真剣だ。なんでも、彼はソ連に侵攻されたアフガニスタン人ゲリラを助けるために、彼のネットワークにある武器を売りたい。その手助けをしてほしいというわけなの。それで、その商売ってどんな話なんだ。エシャドは、昔アメリカに長く、当時の友人が武器商人をやっていて、払い下げのスティンガーミサイルがあるっていうの。それをどうしてもゲリラに届けたい。ソ連の言いようにはさせない。本当は一人でやるべき。しかし、金を工面する時間がない。これは急を要すのだ。そこにプラス妻のお告げ。ということなの。それで、ケンジはどうしたんだ。まさか乗ったわけじゃないだろうな。ケンジは聞いたの。どんな、ディールなんだい。で、エシャドが言うには、今、スティンガーが1万ドルの破格で1機ある。私の持っているのは5000ドルだけ。あなたに残りを出してほしい。事故がなければ間違いなく5倍で売れる。期限は1週間。ケンジはちょっと考えてから。OK、何かわからないが、その話乗った。今夜あなたの家にドルに換金して持ってくよ。
そう言ってくれると思っていました。ケンジは父から渡された金に一銭も手をつけてなかったので、ここでロマンを買ってやろうという気になったというの。かっこいいな。できる男っていうのはなぜか誰もしないことをあっさりとするな。その夜、ケンジはエシャドに招待され、彼の家でディナーをご馳走になるんだけど、そこで奥さんに出会うの。ディナーを食べて談笑をした後に彼女が言うの。あなたは100万人に1人のオーラを持つ人よ。でもこれから2年以内に1000万人に1人のオーラを持つ人に出会うわ。その人の言うことを聞いていればあなたの人生は間違いないわって。しかしこの奥さんが占い師か、イメージ全然違ったな。占い師も霊媒師も本物はそれっぽくないよね。それから5日後の夜、ホテルでくつろいでいるケンジの元をエシャドが訪れてきたの。何か問題でもあったかなとケンジが出てみると、紙袋を持ったエシャドが待ってたの。ケンジさん、売れたんですよ。それも6倍で。だからこれはあなたの3万ドルですって袋を渡すのよ。ただでさえ海のものとも山のものともみたいな話に色がついたのか。5倍だから2万5000のわずだよな。6倍で売れたんです。だからこれはあなたの分です。ケンジはこのエシャドの正直さに感動し、またロマンを買いに行く。俺は1万あればいい。この2万は預けておくから、せいぜい儲けてくれ。そう言ってお金を渡すの。本当に感動だな。お互いの欲のなさが相乗効果になってる。そう、でもこの時ケンジは知らなかったの。この決断が後でどんなことをもたらすかを。そこからケンジはヨーロッパに向かうのね。ヨーロッパ各国を回り、エジプトへ下り、途中イスラエルのキブッツで働き、その後西回りでアメリカへ。ニューヨークからカリフォルニアを抜けて、そこからなんかサンディエゴ、ティファナを通過しメキシコ CTA、さらにオンボロバスでグアテマラ CTA、それから中南米を経て南米サンパウロ、そして最終的に南アフリカへ。そこから北上してタンザニアに着いたの。すごいな。ここまでどれくらいで回ったんだ。1年半ね。ここからまだまだ行くんだろう。作者の落合さんと同じでグローバルな人なんだな。ところで霊夢、ちょっと気になったんだが、なんでメキシコとかグアテマラの後にシティじゃなくてCTとかって言うんだ。これも落合さん節なのよ。英語の CITY は発音的に本来シティじゃなく、CT の方が近いらしいのよ。なるほど、さすが落合さんだ。カタカナを使って読者に、本当の発音を教えようとしてるんだな。マリサ、なんかあんたハマってきてるでしょ。もう、めちゃくちゃハマってきています。よし、次行くわよ。時間も押してるしね。タンザニアでモホロという街に着いた時、ホテルでレセプションにちょっと騙されそうになったの。アフリカって、外国人ツーリストに対して、お小遣い稼ぎレベルの詐欺はよくあるのよ。そこを見ていたプグワっていう青年に助けられるの。彼は今ガイドをしていて、ケンジは助けてくれたお礼に翌日彼を雇うことにしたの。そいつもブルの可能性はないのか。めちゃくちゃあるわよ。でも、そういう時大事な見極めと運の両方をケンジは持ってたのよ。プグワは翌日、ケンジを砂金取りに連れて行ってあげたの。モホロしないから、さほど遠くないところにルピジ川という川があって、そこで金が取れるんだって。一時はゴールドラッシュにもなったらしいけど、今はみんなそこまでの埋蔵量はないって気づいて離れてったらしいの。二人で、ザルに砂をすくっては、水で洗い流して、その中から砂金をより分ける。なんてことをしてたのね。ただケンジは気づくの。上流から魚の死骸が頻繁に流れてくること、そして水銀色の泡が川底から吹き出していることを。プグワに聞いてみると、メタンガスだよ。だからここの魚は食べちゃいけないんだ。ケンジは上流に工場でもあるのかい？と聞いたけど、そんなものは一切ないという。まあ、それほど気にせず、その日はプグワと楽しく飲み食いして、彼に別れを告げ、翌日はダルエッサラームに向かったの。そこから国境を越え、ケニアのモンバサに着いた。モンバサは治安が悪いって、プグワが言ってたから、高めだけど安全なホリデーインに部屋を取ったの。とりあえず部屋でシャワーを浴び、食事をしにレストランへ降りてきた。まだ、夕食には早く、彼の他にはに、3組しかいなかったの。ケンジはハンバーガーを頼んで食べていると、ウィップ、ビーン、スクルードアップ、バイ、ディーズマザー XXX カーズ。とアメリカンイングリッシュで叫んでる男がいたの。その激高しているアメリカ人の横にいた東洋人が、ケントインゼムオール、ジェス。って、ネイティブイングリッシュで彼をいました。ケンジはその精悍な横顔に見覚えがあったの。日本人だ、確か彼は。そうだ、彼はテレビのドキュメンタリー番組で特集されていた日本人の伝説のウィルマン佐伯号だ。そして、ケンジは佐伯という男の放つ異様なオーラに魅了されていったの。旅を始めて、もうすぐ2年になる頃よ。ちょっと待て霊夢。
その人じゃないのか、エシャドさんの奥さん、ルビーが言ってた2年以内に、1000万人に1人のオーラを持つ人に出会うって。そう、でも、この続きは次回ということで、いいところで終わらせるな。ごめん、それでは皆さん、最後までご視聴、ありがとうございました。